おはようございます。釣り子 TV です。これあのね、羽物が結構有名ですけども、アダスタっていうメーカーのザックロール、SC、ね、こういうルアーがあったので一つね手にね入れてみました。こんな感じのパッケージであるんですけども、あのザックロールっていうと、この横に羽がついていて、それでこうヤジロベイってね、こうパタ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 ちょうどいいサイズでね、泳ぐクローラーベイトなんかが人気なんですけども、これね、ウェイクベイトっていうのかな、リップがついていて、でちょっといろいろね、ギミック満載な感じのこういうモデルがあったので、一つね開封していきたいと思いますね。なんかね、賞取ってますね、これ2019から2020、あ、最近ですね。なんだろう、これすごいなんか賞を受賞してますみたいなね、文部省みたいな感じですかね。まあまあ書いてあるんで、ホームページとか見るとね、どういう賞を取ったよなんてね、アナウンスがあると思うんですけども、肝心のルアーね、早速見ていきたいと思います。アダスタパッケージがね、すごいしっかりしてますよね。先日ご紹介したサイレントブラスター、あれがねすごいいい感じの動きだったんで、ああいう感じの、もうちょっとでもね、あれでかかったんで小粒な感じのないかなと思った。これすごいな、こんな感じ。あのね、サイレントブラスターやっぱでけえなってね、ちょっとね、バス釣りとかシーバスで、投げてみたんですけど、なかなかのボリューム感ね、ちょっとでけえなっていうのがあったんで、これは小粒で、そんでこの水をしてくれそうなずんぐりむっくりなボディで、いやこれすごいですね、専用のこんなリップがついていて、で羽、フェザー服が後ろに搭載されていて、でプロペラもあって、何やらねうるさそうなルアーですね。あ、羽の回転もめっちゃいい。でアダスタ特有のこのスーパーな感じのカラーリング、これはギル系のカラーなのかな、その名もブルーギルっていうカラーですけども、ねえ、小粒でキュッとしていてかっこいいルアーですね。はい、で裏にね説明書きがあるんで、ちょっと見ていきたいと思いますけども、ザックロールシリーズのサーフェイスクランク、ザックロール SC、 特徴的な変形コフィン型メタルリップは、空気中に飛び出しにくい設計で、障害物回避能力にも優れ、流木等の間も難なくクリア。丸く高浮力なボディは安定して強い引き波を発生、高い就漁効果を生み出し、デッドスローから超高速引きまであらゆるリトリーブスピードに対応していますということで、そんなのがねこの後ろに書いてあるんですけども、あ、ちょっとね重さ気になりますね。これどんぐらい、何グラムぐらいなんだろうということで、ちょっと重さの方も測っておきたいと思います。ザックロール SC、 これ何グラムでしょうか。35.5グラムって出ましたね。結構ね1オンスを超えてくるような、そういった重さはあるので、使うロットとしてはね、ミディアム、まあミディアムでのたのた泳がせるのも楽しそうだし、でも、ミディアムヘビーぐらいの竿の方がピンポイントにね、正確なキャスト打ち込むには使いやすいのかなね。結構、あ、小粒な割には重さはズンってねあるんだなっていうのがね、今分かりましたけども、でまあ出しどころですけども、自分なんかだとね、霞水系とかで延々と続く護岸の夕まずめね、そういうタイミングで、あ、のた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 永遠に投げては、その投げた分進んで、投げてはまたその投げた分進んでってね、そんな使い方が楽しそうだなっていうのと、あとはこのリップを使って、その多分ピンポイントでネチネチできると思うんですよね。そういう使い方は、例えばそうですね、暴走リザーバーの、あー、オーバーハングの奥に打ち込んで、でこの毛がちょっとなんかね、虫っぽいところもなんかイミ
ビテートしてくれそうだから、このリップで移動距離を抑えて、なおかつこの回転のいいスイッシャー跡でアピールアピールアピールガバッてね、そういう使い方もしてみようかな、してみたいななんていうね。あ、でもここにこういう感じでアイがついているから、あんまりその岸の奥にバンバンって打ち込むとちょっと曲がっちゃうかなってね、そこら辺が心配かなって感じですかね。針はね、このボディにしてはちょっとね小粒めの針なんですよね。浮力は十分に確保されてそうだから、ちょっとね針ももう少し大きめの針に変えてみたいかな、見ようかななんていう感じですかね。うん、なんか最近入れのあのフッ素加工の刺さりのいい針に変えてみてとかね。まあ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 、こんな感じでね、ザックロール SC っていうことね、釣り具屋さんに並んでいるので、なかなかね釣りあんまり行けてないですけども、まあ実況動画の方でもね、チャンスがあればこういう感じっていうのがあれば、この前ね紹介したあのサイレントブラスターなんてね2つも、持ってるんで、まあそこら辺とここら辺とね、合わせていろいろ使ってみようかな、チャンスがあればね、そんな風に考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、アダスタのですね、ザックロール SG ってこういうね、リップがついているネチネチモデル、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。